ガチ？はい。あら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 。最近可愛くなったと思ったら。あ、そうじゃ。ラウンジ上で1回目で出戻りしたやつ、パパに捨てられただけ。お願いします。そういうもんだと思うんですけど、噂で聞いてます、そういうふうに。はい、だけなんですけど、はい、実は、付き合ってます。ちょっと皆さんにちょっとあれするのが遅れましてね、実はそのバンバン、はい、付き合ってますから。何これ、付き合ってます、実は毎日、毎日、はい、付き合ってますから、それ毎日付き合ってるってことで付き合ってます。ああ、まあそうですね、それ、それが遅れまして、はい、ということなんですけど、これドッキリでちょっとラファさんにまた試しようかなと思います。はい、で、まあ普通に付き合ってるだけやったらまあそうなんやみたいな終わっちゃうんで、はい、まあこのなんていうんですか、社内というかで、まあ要はあるじゃないですか、まあその付き合っちゃったみたいなで、うん、子供できちゃったみたいな、はいはいはい、まあほんで結婚しますみたいな、はいはいはい、それをやりたいです僕は。あで、それでラファさんをちょっとどういう感じのリアクション、一回ね、なんか前に結婚しますみたいなやったんですけど、はいはいはい、まあちょっとなんていうんですか、遠い存在だったんですよね、僕とそこまで、はいはい、エマちゃんでもほぼ来てるじゃないですか、うん、割と1週間に半分以上来てるか、うん、その僕ある時は、うん、でそれでラファさんとこうちょっとエマちゃんといろいろあってっていう感じで相談していったら、ラファさんどんなリアクション取るのかな、まあ、言うてこのまあオッサでしょ、まあ、そのコミュニティのオッサじゃないですか、だからそのエマちゃんもハギちゃんとかそのメイちゃんとか来てもらってやってる中で、うん、ラファさんはどういう風に、まあみんなのメモもあるでしょ、そりゃ、うん、実は隠しているって癖も知らんてやから、そうですね、そう、はい、そういう時どういうリアクション取るのかと、で、それ車の中で隠し撮りみたいな、ちょっといいですか、おいと、おいヘラヘラすんな、お前さっきからなんでよ、いやいやいや、笑ってくれと、ニコニコすんのとヘラヘラすんの違うだろ、すいません、ちょっとそんな言い方ないで、ほんまになあ、ゆまちゃんそれは悪いわ、いや、ヘラヘラしてんなと思って、いやいや、笑ってて、そのイライラしちゃって、えイライラした、イライラした、じゃあそれはないって、言い方ちょっとある、はい、ちょっと確かにエマちゃんちょっとヘラヘラしちゃうとこあるけど、はい、まあいいか、それはええから別に、はい、それはもう見逃して、次回、まあ分かる、まあ分かりました、イーサンも言います、分かりました、そうそう、だからそこはなんかあった時だけ言ってちゃうと、ほんまにあかん時だけ、はいはい、分かりました、大丈夫か、それ、はい、で、まあそのラファさんのリアクション見てきて、はい、どんな反応してくれるのかと、まあ周囲でも巻き上げたらまあパーフェクトかと思うんでね、で、それじゃあ、その周期負けやりたい、すいません、やっぱりすいません、ちょっとお前慣れてんじゃねえよ、ほんとにヘラヘラすんなってヘラヘラすんなって、ええー、慣れてきたっていうことやで、ね、ええー、ことよ、それはエマちゃん、ええー、こと、ええー、こと、めちゃめちゃいいこと、だからその壁なくなって、うん、仲ええ感じやっていったらええから、それは、ああ、そうそう、別に慣れてるんじゃねえよっておかしいよ、それ、はい、慣れてくるもんやから、ああ、そうです、そうそうそう、はい、その言葉で気をつけて、わかりました、はい、タレントやから、そうですね、うん、はい、うん、ということで、まあそう、周囲巻き上げていけばね、はい、いいかなということで、早速検証、はい、リアルにちょっと車の中で隠し撮りでやっていきたいと思います、はい、ラーさん、え、もうちょっと話しようかなと思って、なんかあんまタイミングなかったんで、ちょっと今もうエマもいるんで言おうかと思うんですけど、え、うん、ちょっと言いにくいんですけど、あれなんですよね、なんかまあ僕らまあ仲良くいいじゃないですか、まあ、は？まあ仲良いいじゃないですか、はまあ飯行ったりとか、うん、うん、で、まあ、まあ付き合ってんですよね、え？マジっすか、今ちゃん、まあまあまあ、はい、ガチ？ガチなやつ？まあその流れになってガチなやつっすか、はい、キモ？なんで？ガチ？え、はい、兄さんマジガチ？まあまあまあマジっすね。おい、ゲイお前知ってたんか？いや、知らなかったです、僕は。でも、話なんですよ。なんか結構、社内恋愛みたいな感じになっちゃうんで、なんか言いにくくて。いやいや、もう一回、何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 。社内恋愛みたいになるじゃないですか。ちょもろいやん。まあまあ、ちょっと。ちょもろいやん。ガチ？はい。あら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 、最近可愛くなったと思ったら今さ、なんかその長くする、まあまあそうですね、それ結構ちょい前なんですよね、もうちょい前、エマちゃんが来てちょっと経ったぐらいから、あ、もうそんな、エマちゃんいつから来ましたっけ、
私は、確かの、あれですね、生きたババアを車で引っ…何だそれ、その時から探してる、何だそれ。いやでもまあでも半年ぐらいですかね、たぶん半年ぐらいですね。結構長いですね。結構早めに、そうっす、だからもう付き合うのどのぐらい、2ヶ月とかかな。2ヶ月は経ってます。2ヶ月とか。うわうわ、やりにくいな XL これ俺ら。まあそうっすね、ちょっと、まあ、やりにくないか俺ら。そうっすね、ちょっとか、そうっすね、これやりにくいぞ、うん、俺ら。でまあ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 、まあ、そういう感じなんですけど、まあ付き合ってたけど言わんどうかとも思ったんですよね。そうです、なんかやりづらくなるんで。ただちょっと、まあ、俺ら言ってもらうのきついよな。まあ言ってもらっても、俺ら妹やからなんもないけど、はい、妹キャラですから。そうなんです。その辺だから言ってもらわないとな。はい。でそれでまあそれだけやってまあいいかなと思ったんですけど、まあついこの間かな。おお、あれ結婚？はい。結婚？まあそこはあんま考えてなくて、正直まだ、うんうんうん、あんま考えてへんってやつに、自分の娘やったら絶対嫌や。そんな彼じゃ嫌やん。まだっていうことですか。まだまだ考えてなくて、まあいろいろあるじゃないですか、今状況。おもろいやん、めっちゃおもろいやん。あるんですけど、なんかそれでまあちょっと言いにくいっすけど、なんかまあできちゃったというか。否認せよ。お前アフリカかい、ここお前。お前らおい。いや、アフリカじゃないですけど。どっか民族かよお前ら。いや、まあまあまあ、それで、まあさすがに僕まあ一般人ですけど、エマちゃんまあタレントなんで、まあ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 、はい、ちょっとまあさすがにこれもう言わな、もうどうもならんなってなって。まあ別に、まあそう、まあ別にそれはとりあえず一旦おめでとうじゃない。そう、まあそうなんですけど、そうやけど、それはそれで。いやまあでもほんまタレントじゃないですか。マジなやつ、お前今タレントじゃないですか。うん、エマっていうやめてきもいいから。でもええから、うん、まあまあ混ざりでエマちゃんもうタレントじゃないですか。うん、どうしようかなと思って。どうする、エクセル。まあエマちゃんじゃあ、はい、まあこれ仕事っていうふうに捉えてもらうんであればね、もう危ない安定期というか、なんかまで休むかな、うんうん、どういう もんや、あれ知らんけど。そうですね、でもまだ全然体重には影響ないんで、まだ言うて間もないから。あ、でも、すごいね。いやでもまあどうしようか結構悩んでんすよね。いやでもそれはもう別にエマちゃんがおれるんとおったらいいし、どっちかどっかのタイミングで休まなあかんから、長期的に。まあここの仕事もあるんですけど、まあ他もあるじゃないですか、レギュラーとかも。なんかそういう含めてどういう感じかにしようかなと思って、ちょっとアドバイスもらいたくて。いや別にそんなん、別に妊娠しましたでええよ、それ何がわかんねん。あ、うちのタレントでいいっていうか、もうエマちゃん今フリーなんだね。フリーです。まあそう、フリーですけど、まあ言うてはあるじゃないですか、そのまあまあね、できたって、まあ、まあそういうことじゃないですか。まあね、はい。え、だからそれ別にお前ら結婚したらいいんちゃう。まあ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 、まあ、それもあるんですけど。まあ、なあエクセル。まあそうですね、動画だらしいや、結婚式の。はい、いやいやいや、それはまああれなんですけど、おいおいなんですけど。元カノだけで埋めるわ、席。元カノだけで埋めてみてやるわ。いや、でもどうしようかな、でも。まあ、一応報告動画撮った方がええんちゃう？うん。あ、隠したいんやったら隠せるで。あ、隠したいっすね。うん。うん、やっぱファンの方もいらっしゃるし。そうそう、エマちゃんもファン多いから、うん、お前ファンあんの？えあ、いますよね。だからファンに、まあ、いや、そっちっすか、隠す系っすか。うん、まあ、そっちで行こうかなと。女性だとそうなりますか、今じゃないかな。うん、そうそうそう、うん、まあ言うて若いんで。まあ確かにね。まあ僕はまああれですけど。確かにね。じゃあまあ別に隠すっていうか、それはもうやらしいことなく、仕事だけじゃなくてやっぱ家族に迷惑もあるし、そうそうそう、まあそういう意味でも隠した方がいいんやったら隠したら。うーん、まあそれは隠そうと思うんですけど、だからここのないないだけにしてもらって、とりあえず報告だけはしとこうかなと思って。めっちゃおもろいやん。なあ、おめでたいですね。でも、まあ、おめでたいんちゃう、うん、はい、妊娠したんや。まあ、ほんなら今度雪山にエマちゃんを掘り投げるって企画取られへんやん。そんなことなんですか。それはできない。そうそうそう。できないっすね。ビッグフットに襲われるまで帰れません。取られへんやん。あ、でもまあ一応悩んでるんですよね、それで。まあ結婚するっちゃする流れになるんすかね。なるやろ、うん、まあそう、どう考えても。いやでもエマちゃんあれやな、そうなったらやりづらいんやったら別にそれは大概なんぼでも用意するしかないし、分かるんですけど、どっちかが嫌やったら、はい、こっちが辞めることはできへんから、それは大学を用意できるし、エマちゃんは仕事として全然やりますせーって言うてればやれるし、うん、隠すもいける、オープンもいける、まあ何とでもいけますよ、うん、まあそんなもん
どうしようかな。こんなもん子供の一人二人隠すなんかもうちょろいっすよ。僕がずっと顔隠してるんですか。ちょろいっすよ。そんなもん。すごいやん。キモいな。ハイリーでスーツ着てるね。どうも。いやまあそうですね。ちょっとキモいな。今までのが全部な。どういうことだったのかな。会話もどうすんの。これから。でも敬語で。まあそこはもうずっとやってきてますから、それで。そこは敬語でため、あのエマちゃんで言っとかないとおかしいので。そうそうそう。僕はあの小学校から中学校の時算数を数学に。すぐ帰れたんで、その言い方とかも。みんなやっぱ算数って言っちゃってるんですよ。僕全然数学ってすぐ帰れたんで。お前は常識の中で生きてるつまんない男だよ。お前は世の中の常識の中で生きてるつまんない男だよ。だからそこは今までバレずにうまいことやってきたんで、そのエマちゃんはエマちゃんでいきますし。はい、まあそうなんですね。そうだよ。どうでもいいっちゃどうでもいいよな。それはでも。まあそういうことでやろうかなって。そんなことあったんや。まあでも結婚まあまあ近いうちにやろうかなともいう話になってるんで。まあまあ式でも何でもバレへんできるで。はい。もう海外とかであれしようかなと思うんですけど。国内でも偽名でも何ぼでもできるで。本気出したら。まあまあ。何ぼでもできるな。はい。そうですね。まあエマちゃんがでも顔荒れてるんで。ああ。まあうまいことやれるけどな。外人で読んで。俺がバレへんかったからな。なお。そうか。外人は知らへんから俺の。それ人気やと思うなよ、自分が。はい。ええんちゃう？いけんちゃう？まあそうですね。まあうまいことやってもらって。はあ、おもろいな、これ。おもろなってきたぞ。まあね、とあれですね。そうなると、まあ、式の費用とか。費用。出せよ、自分で。いやいや、やっぱ内々にやるってなったら。俺がいいか、なんでだろう。そろってよ。ええ、ちょっとまああるじゃないですか、そういろいろ。なんも知るか、そんなの。まあ費用結構かかっちゃうのやっぱ、あの、海外とかやるにしても、やっぱ親族分のとかもあるじゃないですか、旅費とか。いや、自分で出せよ。何や、そんな。いやいやいや。何詐欺師同士で結婚したの。何か詐欺師同士で結婚したんですか。いやいや違うんですけど。詐欺師二人で。いやでももう別にできてなかったらいいんですよ。できなかったらいいんですけど、できちゃってるんで。だからもう早い方がいいじゃないですか、そういうのって。いや、したらええやん、その。だからその、まあ、費用というか。銀行口座とかなんかやってこいよ。地方の郵便局だったら、今年もバレへんやろ。行ってこいよ。いやいやいや。あそこはなんとか。え？まあ、ひどっち？嘘？ほんま？何？うん、ガチっすね。ガチ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 なんですけど、だからほんまにだからそこ悩んでるんですよ。お祝いというか。うん、まあ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 そう。お祝い渡すよ。別に結婚式結婚式の時にな。お祝い渡すけど、なんでお前らのとこそのじじいとばばの親族の金俺が払うの？こんなは何の俺思いでも何もないやつらの。なんかクソジジイとかババアのやつです。なあエクセル。まあそうですね確かに。言ったりお前からも。まあそうですね確かに。いやいやそれは払ってもらうから。払ってもらうんですか。そうそう。それは。そのなんかそうそうそうそれはそれ。にしても今年7番目ぐらいのニュースやな。Prada on my feet, Gucci all over me, Louboutin and Valentino, you ain't getting what you see.
my feet. Gucci all over me. Louboutin and Valentino. You ain't getting what you see. Prada on my feet. Gucci all over me. Louboutin and Valentino.